知ってる方や知らない方いると思うので自己紹介をします。はい、あやちゅんです。よろしくお願いします。あやちゅん、ありがとうございます。はい、キュンラッキーハッピーガール野々原マリンです。マリンって呼んでください。よろしくお願いします。せいせい。はい、ということで今回スパークリング初めての鶴間公演ですのライブです。イエーイ。ありがとうございます。そして今日から、スパークリング新しい衣装で私が手作りをしたんですけども、2020年3月までの期間限定ユニットとなっております。それまでこの衣装で、全力で皆さんと一緒に思い出を作ったり、楽しんだりしたいと思うので2020年、来年の3月までどうぞスパークリングをよろしくお願いします。お願いします。そして12月14日今日、はい、クリスマス前なので、数量限定となるんですけども、私たちからささやかなプレゼントがあります。なので、物販で、来ていただいたら、まあ、数量、限定なのであとちょっとだけなんですけど、よかったら来ていただけたら、来てくださったら、お渡ししたいと思うのでそこも忘れずに、はい、お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。ということで続けて、はい、はい。スパークリング野外は本当2年ぶりぐらいなんですよ。だからすごい2年もやってる、若い人がいてすごい緊張しています。はい、結構見たことある方もいっぱいいるんですごい心強いです。そしてコミッションは何者に代わって私が話したいと思います。はい、衣装のポイントなんですけど、こいつ名前忘れちゃったなと思ったら後ろを向くと、はい、ピヨって書いてあります。ピーヨちゃん、ピーヨちゃん、マーリン、マーリンということなので、忘れたらちょっとこの辺来てよっしゃと思って、はい、コールしていただけたら、いや名前を呼んでいただけたら嬉しいなと思います。それでは、はい、2曲続けていきますか。はい、はいはい、それでは聴いてください。幻影ギャラクティカ。
が最大の敵。